国の人を連れてくるなら雰囲気で言うとゴールデン。ゴールデン街は昔の建物が多くて昭和の、そう、金城天皇の在位に合わせて数えるの。
いろいろなお店があるんだよね。そんなたくさんの個性的なお店の中から自分を、そこは会員制のお店だから常連さんの紹介、そのお寿司屋さんはすっごい高い、高校生のお酒を飲むお店だから僕たちにはまだ早いよ。だから飲み屋街だって言ったじゃん。大人になるまで我慢だね。雰囲気だけでも。それは、あの。
とね。だよ。